はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。今年もよろしくお願いいたします。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、年が明けて2020年1月1日でございます。改めまして、今年もよろしくお願いいたします。いや、しかし寒いですね。毎年お正月って寒いですよね。まあ冬やからしゃあないんですけど、お正月ってね、特に寒く感じます。なのでね、まあこんな寒い日はですよ、この前の12月30日のね、動画で紹介した即痩せスープをね、飲んで体を温めていきます。まあ、そしてね、今日は1月1日なので、お雑煮を食べますよね、皆さんね。これをね、お出汁にすればね、美味しいはずですけどね。まあ、今日はこの後、うちはね、実家に行くので、もうお母さんがお雑煮とおせち料理、こうね、完成させてくれてるはずなので、また後日野菜スープにでもするときにね、使ってみます。まあ、そんな今年の目標はですね、体のことを気にしながら今年こそは職場復帰ですね。やっぱりね、まあね、このまま無理せずに風邪もひかずにしっかりとね、体調を整えないとね、また肺炎になってもね、嫌ですからね。でもまあ、その、今年の、まあ去年の肺炎はね、6月になったので、風邪が入ったわけでもないのでね、なんかね、あの肺炎はほんま不思議でしたね。まあ肺炎ってこう季節関係ないんでしょうかね。まあでもね、そのきっと、免疫抑制剤を飲んでいたから、まあその名の通りね、僕の免疫力をね、抑える薬ですから、もうそれなりにその免疫力が弱かったんでね、まあ僕にとっては季節なんか関係なかったんでしょうね。まあその肺炎だけじゃなくてですね、今やったインフルエンザもまだまだ怖いですからね。もうインフルエンザなんてあれでしょう、一年中なるってね、もう去年から言われてますんで、本当に気ぃつけなあきませんよね、本当に。だからワクチンもね、数に限りがありますし、ではその次の新しいワクチンもね、打てるのは、またその次の11月頃の次のシーズンが始まってからですしね、出てくるでしょ、それぐらいに。それまではやっぱ自分なりにこうやっぱ予防してからダメですね。病院の先生たちが言うにはね、やっぱりこう手洗い、うがいが一番みたいですよ。こう外から菌を持ち帰ったこの手で、そのまま顔とかね、口をこう触ることが、感染症にかかる多くの原因ですので、皆さんもしっかり、まあ、手洗い、うがいをね、しっかりしてください。これはね、この去年ニュースで言ってたんですけども、沖縄に海外からの観光客がめっちゃ来た時にですね、感染症が入り出したのをきっかけに、インフルエンザが猛威を振るい始めたと言ってました。まあ、そしてね、まあ、今年は、東京でオリンピックがありますのでね、まあ、世界中からこの日本に外国人が集まってきます。まあ、毎年ね、外国人観光客が増えてますし、毎年ね、どんどん増えてますので、でまあ、今年は特に多くの観光客で、日本中がいっぱいになることだと思います。まあ、それなりにね、経済効果はあるんでしょうけども、それなりに感染症のリスクもね、比例していきますので、めっちゃ怖いです。まあね、お金と健康をね、天秤にかけたらあかんからね、そんなんダメですよね。まあでもね、これも最近のツイッターで見たんですけども、とある大企業のね、接客部門がですよ、接客中にマスク禁止令っていうのがね、発動されたみたいですけどね、会社は社員を、健康を守ってくれないんでしょうかね。僕やったら怒鳴り散らすかもしれません、そんな。マスクせえな、どうあいすんねんな、よそからもらったら仕事なれへんやないか、ってね、言うてしまいそうですけども。まあなんかね、その笑顔で接客せえなあかんとかっていう理由らしいんですけどもね、健康を守ってくれへんなんてもう、ヘルハラですよね。ヘルスハラスメントですよ、本当に。福袋とか始まってるじゃないですか。朝のオープンからですよ。10時オープンやのに7時くらいからね、並んで待ってるでしょ、皆さん。百貨店のオープン前から大行列じゃないですか、百貨店の前なんか。ね、御堂筋なんかずーっと大行列してますよ、本当に。もうそんなん考えたらね、いや、マスクさしてって思いません?本当にね。まあ、その他の予防策としましては、ね、冬の間は特にですけども、お部屋を乾燥させないようにすることですね。
ね、このまま寒い日が続きますけども、まあ、もうすぐさね、3月4月になったら春になって暖かくなってくるんですけども、まあ、少しずつそれなりにね薄着になってくるじゃないですか。でもそれでもやっぱ朝晩は冷え込む日が多いので体温調節がね難しくなってきます、まあ、といったようにね、実は結構一年中気をつけなあかんのですね。体調管理はね難しいですけども、手洗いうがいは誰でも簡単にできますので、病気にかからない素敵な2020年を過ごしていきましょう。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。